イファリク島イファリク島の置イファリク干渉、またはアイファルークは太平洋西部カロリン諸島の産後干渉。また、ミクロネシア連邦のヤップ州での議員選挙区を構成している。ウォレアイ島の東 40km、ヤップ島の南東 700km ほどの位置にある。人口は2000年時点で561人とされ、島の面積は1.5平方 km ほどとされる。 干渉を構成する主な島はそれぞれエリア、イランジェラップ、ラワイー、ファラリップと呼ばれている。陸地全体での合計の面積は1.47平方キロメートル程度であるが、干渉は深さ最大20メートル、面積2.43平方キロメートルの証拠を持つ。干渉全体の面積は、おおよそ6平方キロメートルほどである。 イファリク干渉の古い地図欧州人の到来以前、イファリク干渉は戦士の島として知られ、戦士はヤップ島周辺の島や中区周外園の島に侵攻していた。攻撃を受けた島には、ラモトレック、ファラウレップ、ウォレアイ、エラート、サタワル、ウルシー、プルワットなどがある。カロリン諸島は、スペイン領東、インドを経て1899年に、 ドイツ領ニューギニアの一部として売却され、第一次世界大戦後に大日本帝国が委任統治を行う南洋諸島となった。第二次世界大戦後にはアメリカが占領し、国連の太平洋諸島信託統治領となり、1979年のミクロネシア連邦独立後はその一部となっている。ありがとうございます。